かつてお笑いコンビ極楽とんぼとして活躍し、芸能活動休止中だった山本圭一さんがおよそ8年半ぶりに単独ライブを開催し復活を果たしました。この日のライブはおよそ100席の募集に対して1万6000人を超える応募が殺到。ライブの最後には、いつかピンでやるか、みんなでやるか、2人でやるかわからないけど明日考えるなどとコメントをし、加藤浩次さんとの極楽とんぼ復活の可能性も示唆しました。まずはちょっとね、補足情報といいますか、山本さんにはちょっと耳が痛いかもしれませんけど、一応、経緯といいますか、2006年7月、10代の少女へ未来の行為に及んだとして警察の任意聴取を受けて、後に不起訴処分になって事実上の引退になって、吉本は解雇でございます。以来何度も不起訴が取り出されて立ち消えとなっていたということでございますけど、さあ犬塚弁護士、はい、山本は2006年7月、はい、通称淫行条例という言い方をします。青少年保護条例の中の18歳未満の女性とみだらな行動をしたということなんですが、難しいのは大人に対しては大変に批判の強い犯罪だと思うんですけれども、人間はいずれ社会復帰しなければいけませんから、これをどう考えるかっていうのは非常に難しい問題が突きつけられていると思います。もうこれでも本当に吉本さんとの話し合いですよね。そうです。吉本興業と山本さんの、契約といいますか、話し合いによってっていうことで、やっぱ難しいですか。難しいというかね、でもこれ俺はどうしたら、松本さんの意見でいいですけど、要するに人を笑わすことが好き でその能力があって、それを求める人がいれば、芸人なんですよ、で僕は一応そのハードルはちゃんとクリアしてると思うんですよ、でその結局不起訴になってるっていうのが大きくて、なんかこう書き方やらしい書き方でさ、不起訴になったとはいえゴタゴタでなんかみたいなこと書き方するじゃない、いやゴタゴタがあろうが不起訴やから、不起訴っていうのはこの場合もうお咎めなしなんですよ、で十分休んだでしょっていうのはあんねんけど、あんまり僕がそれをまた言うと、お前は芸人に甘いとか、芸人自分の子がかばってるだけやってなるんで、これも言い過ぎると良くないんですけど、僕は復帰してもういいと思ってますよ、思ってるんですけど、でも吉本としてもやっぱこうね、相当彼には手を焼いたことは事実で、いろいろやっぱり、あったのよ、でだからもう映画にせよっていうことがあってこれなんですよ。だから俺は会社にも何度か言ったこともあるし、本人とも実は今でもたまに電話かかってきたりもするんですけど、僕は全然復帰してもいいと思ってるんですよ、ただそのなんか彼の面白さが、なんか反省して心を入れ替えますみたいな感じで戻ってきたとしても、山本としての商品価値はどこまであるんかなとは思うんですよ。だから今回みたいなこういうまずはこれぐらいの感じで僕は良かったかなと思ってるんですよ、で吉本もこれをダメって言ってない、協力こそしないがやってみたらいいんじゃないかっていうのを、これストップをかけたらできないですから、だから今回とりあえずこれぐらいで収めといて、でなんとかこう次につながっていけば、でも会社側の気持ちも分かんなくなる、例えば解雇にしろ、自ら辞めたにしろ、その事務所会社を離れて、例えばそれを自由にさせてしまうと、あ、辞めても大丈夫なんだっていう、これからのタレントさんの対しても、所属事務所としての立場もありますから、あるんじゃないかなと思います。ちょっとね、難しいところなんですけど、でもちょうどいいぐらいの頃合いがあるんかなって思うんですね。なんか今極楽とんぼがカゴに入ることをしているやんか、とんぼ側が、そうです、なんかおかしな状況になってて、でも俺は山本はもっとこう変な首がつけるよりもうちょっとフリーな感じでやった方が面白いと思うから、だからどういう形のちょうどいいハーフな感じの戻り方って、ね、いじられますけどね、首輪をこうショルダータイプにするみたいなんですよ、ね、そんなんできないと俺もしたいけど、テレビなのか舞台なのか、それからドラマ映画とかお金払ってみてもらうとか、いろいろ復旧し方もありますけれども、まずはその本当に吉本と話し合って、芸人サイドは何にもいつでもオープンやし、でテレビでもしも復帰するんであれば、やっぱりそれはめちゃイケで、やっぱりその復帰するのがみんなさんもそれを待ってるからとしか
我々は言いようがない。いやでもやっぱ会社の立場としてどうでしょうかね、現在のそのね、こうコンプライアンスといいますか、世の中も厳しいですし、テレビに出てる人にもある程度のやっぱこうモラルとかいろんなものを求めるというのも分かりますけど、いや難しいとは思いますよ、もう本当に皆さんの議論聞いててもコメント難しいと思うんですけど、大方の意見はやっぱり甘いっていう人は僕は多いと思います、特に女性からは、うん、ただこの8年半っていうそのブランクがそのみそぎに、まあ人しかまあ、ふさわしかったかどうかっていうところの見方なんだと思うんですよ、それぞれので。僕も山本君がちょうどあの金ちゃんの野球とかやってた時に飯食ったりしてるんですよ、うん、でやっぱり飯食って焼肉屋行ったんだけど、すぐやっぱり気さくだし、うん、普段プライベートでも面白いし、そのまんまだし、僕自身としてはすごく彼のことは好きです。で面白いか面白くないかっていうとやっぱ面白いと思います、うん、極楽とんぼも含めて。で気持ちは心情的には先生おっしゃったように社会的にやっぱり復帰してもらいたいし、彼の今後のことを考えるとやっぱりテレビなんだと思います。なんか僕は、まあ、テレビというかお笑いなんだと思います、まあ、その舞台っていう可能性もあると思うんだけども、でも世間っていうのはやっぱり皆さんもお話ししてる通り厳しいですから、今特に本当に企業のコンプライアンスって、ね、吉本興業さんもあと、まあ、他のキー局も含めてやっぱりそこで一般の方から何かご批判とかクレームとか来るとどうなのかなっていうのと、あとここで彼がまた表立ってくると前よりも余計世間の風当たりっていうのは厳しくなると思うんで、うん、貧困法制の部分っていうのは相当求められるのかなと思います。山本はね、活躍してた時と今のテレビはまた余計に変わってしまうんで、だからもっとやりにくくは山本みたいなキャラはね、うん、なってるので、うん、ただ僕なんかはやっぱテレビ出てる側ですけども、はい、やっぱりテレビを、ね、見てる女性ですよね、うん、うん、女性が何を感じるかっていうこと、やっぱり女性はやっぱりすごく厳しいと思います。宮沢さんはいかがですか。難しいなと思うのがそのバラエティの体っていうのがあると思うんですよね。その出てる人は基本ダークじゃないっていうかブラックじゃないっていうかいい人っていう体があるじゃないですか。だからこそふざけられるし、うん、そういうジョーク、ブラックジョークも言えるから、うん、本当にそういう罪を犯してしまった人がふざけると、うん、その先ほど松本さんもおっしゃいましたけど、それがふざけちゃいけないみたいな、そのみそぎをずっと一生していかなきゃいけない人がどうやってバラエティでふざけるんだろうっていうのは、うん、あの前園さんをいじるみたいなことはできるのかみたいな、山本さんをいじれるのかなお二人は。前園さんの今気持ちになって言うと、俺は陰行はしてねえ。ちょっと面識じゃないと思うんですけれども、ね、ちょっと面をほじくり返して悪いんですけど、ちょっと急に顔作るか。ほじくり返して大変申し訳ないんです。本当申し訳ない。目がフリするからやだ。やっぱりちょっとね、腹筋までは、まあ、早かったんですけれども、はい、山本さんのこの今回のこの、ね、一連の騒動はいかがですか。ね、まああまり僕がコメントできる立場じゃないと思うんですけど、まあ、全く、まあ、僕とまた状況も違うんですけれども、やっぱりどうですかね、こう初心、その自分のやったことを忘れずに、まあ、復帰しても、まあ、一つ一つなんかこうやっていくってことが多分大事だと思うんで、そうすれば、まあ、いろんな周りの方が助けてくれる方もいらっしゃいますし。すいません、何も思いついてない。ダラダラと喋ってた。いやでこの中で唯一の同じ経験というかね、やっぱりちょっと置いたというか、まあ僕らもね、だって物に、事件のものによるんですかね、うん、やっぱり芸能界の人でも、やっぱりそうね、まあ、スマップにもなんかそういうことなくはなかったので、はい、じゃあそれが8年なのか、半年なのか、1ヶ月なのかって、いや、でも厳しかったですよ。うちのメンバーがちょっとね、はい、トラブルになった時に、はい、しちゃってね、でも世間からの見方がすごく厳しかったですよ、はい、やっぱ甘いんじゃないかと。やっぱりテレビ出る人間というのはどこか模範にならなければならない存在じゃなければいけない。それは面白いこともそうですし、何にしろでもかかわらず、やっぱそういうふうなことにやってしまった場合、はい、やっぱり多分復帰するべきじゃないっていう人もいましたからね、うん、その時のスマップの中井さんはそのね、当事者の方とこうね、トラブルあったじゃないですか、メンバーの方が。
そこはやっぱり復帰のタイミングとか、もちろん話しましたね、どのタイミングがいいのか、うん、でもその間やっぱり休んでないと本当にもうかわいそうなぐらい、もういいよそんなに反省しなくてっていうぐらいの思いで時間を過ごされてましたから、うん、ほんで復帰してからもう本当各所もう直接皆さんに局の人もそうですし、ソーサーの人もそうですし、スタッフも自分で足を運んで、本当今回、申し訳ございません、全部言ってました、ね、2週間ぐらいかけて毎日言ってましたね。僕は逆にね、お二人にお聞きしたいんですけど、松本さん、中井さん、もうもちろん司会業としてもうちょい中流なわけですけど、逆にね、山本さんもし復帰してですよ、テレビに来ました、隣に座りました、さっき中井くんが僕にバカ息子ってそれは冗談で言えると思うんですけど、うん、山本さんもし来た場合、お二人そういうようなことって突っ込めますか？それは全然大丈夫だと思いますね。大丈夫と思うんですけど、確かにそうか、なるほどなと思ったのは、女性の目って確かあるんですよね、あんまり我々確かに気にしてない、男目線、あんま考えてない、男目線はちょっと、うん、まあ、そういうところの抜けてるというか、そうです、女性はどういうふうに感じてるのかなっていうですか、まあ、復帰することがいい悪いは別にして、はい、そういうことをおっしゃったりいじられてるときに、じゃあ純粋に笑えるかって言われたら、ちょっとどうかなっていうのは、それが慣れていくものなのか、ずっと慣れないものなのか。でもそれやっぱし僕なんかは取材する側ですけれども、やっぱ思うのは、テレビじゃなくて舞台だったら問題ないと思うんですよ。舞台っていうのはやっぱりそこにお金を払って好きな人が見に行ってるわけですよ。だから見たくて見てる人はいいわけです。でもテレビとなると不特定多数があったり、そこにスポンサーがついてたり、そういうさっき言った女性の目線とかがあったりすることに対して、見たくない人は見なければいいんですもんね、行かなきゃいけないんですもん、うん、そうなんです、ね、だからまず舞台で頑張るというのは一つの選択肢かなっていう、極楽とんぼとして、まあ、加藤もね、その極楽とんぼとして、コンビっていうのは救いの場があるので、はい、この場合、うん、極楽とんぼとしてなんかこう舞台、そのそこにまた壁が出てくるのが、うん、片や加藤君は吉本興業所属であって、実は大変なのはそうなると加藤かもわからないんですよ、そうですよね、そう加藤君の今の立場もあったり、俺は浜田みたいなのがおるからその気持ちは分かるんですよ大変なんですよ、毎週どんだけ腐すんですか浜田さんを技巧者と一緒になるっていうのは本当に大変なんですよ。この放送は